ピンググリッドをご紹介しましょう。ポールポジションはカーナンバー1番ルーチェモータースポーツ酒井亮、さすがさすがといったところです。46秒393。セカンドカーナンバー84番ルーチェモータースポーツ乾大和、3番グリッド、あ、ごめんなさい、逆読んじゃった。ポールポジションはカーナンバー84番の乾大和です。46秒338。失礼、2番手にカーナンバー1番のルーチェモータースポーツ酒井亮、3番グリッドカーナンバーは88番 D メイマティ中井優斗、4番グリッドカーナンバー17番 HRS ジャパン白石いつも、5番グリッド53番モモックスカートレーシング吉田光大、6番手30番サーティーズレーシング徳岡大河。以上がトップ6。以下7番手に33番関口俊、8番手22番の内宮宗太郎、9番手35番日野風見、10番手21番井上龍太、11番手31番市川俊樹、12番手54番貝塚幸四郎、13番手に先ほど公式練習で止まってしまった河合春。以上の13体となります。周回数は8周で争われていきます。さあ、トップ2が揃ってきました。吉田光大しっかり手を挙げて後ろに合図をしながら行きましたね。いいですね。ゆっくりと隊列は最終セクションへと入っていきます。8周は 9.416km。 このジュニアマックス、今日のヒート3ヒートすべて8周で争われていきます。最終コーナーから立ち上がってきました。乾大和とポールポジションから今スタート。後ろ中井優斗しっかりついていきます。中井優斗にコーナーでもラインを変えつつ模索をしています。酒井亮は3番手、4番手には、これは吉田光大が上がったかどうでしょう。吉田光大4番手、その後ろに関口ですね、そして白石と続いています。第一リアピンのところでは大きな混乱はありませんでした。おお、その後ですね、後方ではありますけれども気を吐いているドライバーがいますね。河合春が追い上げを図るべく2ポジションアップです。トップは乾大和、単独2番手中井優斗はイン側守るラインでバックストレートエンドにアプローチをしていきました。酒井亮はそこについていく感じ、その後ろから吉田光大ぴったりつけています。関口俊もつけていて、トップ集団はまだ9台というですね集団になっていますが、さあここで1コーナーで白石いつもがインサイドアプローチをしていきまして、5番手に浮上、関口をかわしていきます。白石いつものスターティンググリッドは4番グリッドでした。ちょっと出遅れた分を今取り戻しに行っているという序盤戦です。トップの乾大和、去年はスポット参戦でしたけれども、このシーズン、去年はというか昨シーズンね、このシーズンが新しいシーズンがフルで参戦してくるんでしょうか。バックストレートエンドのところ、後ろ中井がじわっと近づいてきます。酒井亮なんですけど前と少し隙間が空いています。立ち上がりの方はちょっと我慢の展開になるかもしれません。タイヤが温まってくるとまた違う展開になってくるかもしれません。現在2周終了、3周で集団としては前の9台の集団と、そして少し離れて4台の集団という形になってきました。トップから乾、中井、酒井、その後ろに吉田、そして白石、ちょっと離れて、今ですね、関口と内宮のバトルが勃発しました。タコツボのところで上がってきたのは市宮宗太郎、その後ろに関口、そしてさらに日野、井上と続いていて、そこから少し離れまして10番手争いが4台となっていますが、ここも結構なバトルになってますね。さあ、トップ2がだんだん近づいてきました。3周終了、4周目、さあ白石いつも、え、ちょっと待って、乾、中井でしょ、で3番手なんですけど、あ、3番手ね、酒井がいて、白石いつもが1ポジション上がったんでね、やっぱりね。
さあこれで4番手に上がってきました白石、吉田晃大をかわしていきます。トップは中井に変わりまして、さあ稲井はちょっと調整しながらバックストレートのところ進んでいくのが見えました。まだまだこれからですけれどもね、トップ3最終コーナーから立ち上がってきます。トップは中井優斗。さあカーナンバー22番に対しまして、幅寄せの白黒のフラッグ警告旗が提示されました。1番はそれからですね、現在6番手、前から少し離れたところを走っています市宮です。その後ろには関口がいて、日野、井上と続いています。そして10番手争いなんですけど、河合春が上がってきました。河合春がポジションアップ、その後ろに徳岡、そして市川、貝塚と続いています。徳岡なんですけれども、タイムトライアルの時は6番手だったんですが、残念ながらこの予選の時には少しドロップをしてしまうという形になりました。ただですね、予選最後尾でフィニッシュをしてもトップタイムを出せばね、また次のヒート2はホールからのスタートという変則的なレギュレーションになっておりますので、どのドライバーも諦めてはいけません。とりあえず自己ベストをバンバン叩き出していくという方向で走っていかないといけないので、こういう展開だとちょっと牽制し合っているトップ3よりも5番手とか8番手とかその辺で単独で走っているドライバーの方が、あるいはうまくスリップを使って走ったドライバーの方が速いタイムを叩き出すというパターンが結構ありますので、これはちょっと面白いことになりそう。実際現在のファーストテストは4番手の白石いつもが出しています。46秒161。白石このままいったらヒート2はポールからのスタートということになりますが、さあどうなるでしょうか。残り周回数は2周。トップは中井優斗、そこに乾大和がまた近づいてきた。先ほどはちょっと調整しながら走っていました乾ですが、再び調子を取り戻して前に近づいていきます。3番手酒井亮はそんな2台の様子を見ている。4番手白石いつも、5番手吉田晃大。この予選は予選ヒートポイントというのがついていきまして、ヒート1、ヒート2、ヒート3それぞれのポイントを合算して明日のプレファイナルのスターティンググリッドが、さらにそれにプレファイナルの獲得ポイントを合算してファイナルのポイント、スターティンググリッドが決まるというパターンですので、とりあえずたくさんポイントを取っていかないと決勝まで響くという形になるんですよね。さあいよいよこれがファイナルラップ。さあトップ2、中井優斗が着地側を守っていく。後ろから乾がかなりのプレッシャーをかけています。乾をワンチャン前に上がっていくことができるのかを中井がヘアピン守る守って、当然後ろの乾の方にスピードが乗ってくるんですけれども、ちょうど、ね、立ち上がりのところを抑えましたので、後ろから酒井亮が近づいてくる形となりました。タコツボトップ3通過をしてきます。ちょっと揺れたんですけれども、さあバックストレートエンドではどうだ。インサイドを守る2番手の乾大和、後ろから酒井がクロスライン狙いのような立ち上がり重視のラインをしてきました。最終コーナーから立ち上がってきて、ここはカーナンバー88番 ティーム エマティ中井優斗がまずトップを取っていきます。順位の方は後ろも変わらずといったところでした。2番手乾大和、3番手酒井亮、4番手白石いつも、5番手にあらららららら、カーナンバー31番の市川俊樹がチェックを受けたその時ぐらいからゆっくりになってますね。スローダウンをしております。5番手には吉田晃大、6番手市宮宗太郎、7番手関口俊、8番手井上龍太、9番手日野風美、10番手河合春、11番手徳岡大河、12番手貝塚幸四郎、13番手市川俊樹、まだレーススピードには戻れて いませんね。いませんけど止まらなくてよかったですよね。さあというところで、まずジュニアマックスの予選ヒート1でした。